日陰のカズラカは、商用植物の一分類群で、原生のすべての同型放射性の商用類を含む、とが、異形放射性を持つ岩ひばか、水にらかとともに、日陰のカズラズナを構成する。PPGI 分類体系では3赤16属388種が属する。日陰のカズラ目に含まれ、同じ範囲を指す。日陰のカズラカを含むすべてのイカンタバ植物は、 その生活間に胞子を作る、胞子体と配偶子を形成する配偶体を持ち、それが世代交代を行う。日陰のかずらかの胞子体の生活型は、地上性、着性、または頑丈性で、常緑多年性である。捕服する地上性種には、安定した、開けた場所に、妖精の輪と呼ばれる群落を作るものがある。 この輪の外周では盛んに補福形が成長する一方、前年に成長した部分の群落が枯れる。その輪は円形となり、時間経過に伴い指数関数的に直径が大きくなる。1964年に直径11.25メートルと測定された輪は1839年に起源すると算定されている。染色体基本数は X イコール23。 三十一、三十三、三十四、三十五、三十九。日陰のかずらかの生活感。記事本文の解説は、図中右上から時計回りに対応する。点線より、右上側が配偶体世代、点線より、下側が胞子体世代である。胞子細胞は、分裂を繰り返し、先端に分裂組織を形成して配偶体を形成する。 この分裂細胞中には幹細胞は見つかっていない。肺偶体表面には過根が生えており、増卵期と増生器を形成する。増生器からできる精子の弁毛は2本。増卵期の中央細胞は腹溝細胞と卵細胞に分裂する。精子と卵細胞の受精後、受精卵が分裂して胞子体を形成する。若い肺は幹細胞を持たないが、葉が形成される頃になると、 複数の形腸単管細胞と根腸単管細胞が形成される。配偶体には他に、肺平と足が形成され、配偶体における養分吸収に働くと考えられている。肺が成長した、胞子体には、胞子脳保が形成される。胞子脳保は、普通、立ち上がる直立シュートの先端にできる。日陰のかずらなどでは、胞子脳保は、 胞子溶管の茎が伸長せず、胞子用が密生した構造をなす。胞子用の後軸側に胞子脳が形成され、中で原水分裂によって胞子ができる。日陰のカズラ類の胞子脳形成では、表皮細胞が胞子脳資源細胞となり、波層分裂を行って、初発壁細胞と初発胞子形成細胞になる。初発壁細胞は、波層分裂して、最内層が、 タッペイト細胞、それより、外側の細胞層は、胞子脳兵器となる。初発胞子形成細胞は、ナミソを分裂して、胞子母細胞となり、それが、減数分裂して胞子ができる胞子がすぐに発芽する、種も数年後になる種もある。日陰のカズラ類の配偶体は、地中性で葉緑体を持たず、菌子を含み、 海上で地中に生じる配偶体を持つものと地表性で葉緑体を持つ全葉体となるものもある。地中性の配偶体は寿命が長く変円部の環状の分裂組織により大きくなる。古い配偶体は長さや幅が 2cm にもなることがある。地中性のものでは生殖期間は集合してはっきりとしたまとまりを作るものが多いのに対し配偶体が1年生で 緑色の種では、増乱期と増生期は一般に直立した部位の基部に混合して生じる。水杉や焼き杉卵の配偶体では、一般には地面の表面に見つかり、卵形から軸状で、配服性があり、緑色の短い地上枝を持つ。配偶体全体でも3ミリメートル程度である。無色の基部には、過去が生じる。大部分の種に内生菌類が共生し、 発生の初期に配偶体に侵入し配偶体の特定部分を占める。一般に生殖器官は地上部への突出部の基部に生じる。胞子発芽から生殖器官の出現までの時間は8ヶ月から1年の間と幅があるとされる。第2の方では胞子が発芽して6から8細胞となってから配偶体が1年以上の休止期間に入る。 配偶体の適切な成長に不可欠な物質が菌類より供給されているためそれ以降の文化は菌類の侵入に依存しておりもし感染が起きないと成長は止まるさらに成熟した生殖器官が存在する段階に分化するには10年以上を要する発生は地表付近または腐食層で起こる日陰のかずらなどでは配偶体は円盤状で円は カトマキ状でクルミの実の中身に似ていると表現される。別の種では、配偶体は円柱状で分子し、小さな人参に似ているとされる。すべての地中性配偶体は無色、または黄色から茶色で、地表付近に露出した部分にのみクロロフィルができる。培養瓶内で暗黒化で半年以上成地し発芽させた。 ディファジアストラムディジタータムの配偶体は内生菌類を描くが自然状態のものと似た形態をしている。この配偶体は先細りの基部を持つ人参状の形で帽子のような部分のもとに狭い首がある。内生菌類は存在しないが自然状態では内生菌類に占められている部位には放射方向に細長い細胞の層が存在する。放射発芽に 不可欠な暗記の後に光が当たると、配偶体は形は元のまま緑色になる。胞子体は根、ね、茎、ように分化する。茎は長く伸び、直立するか匍匐するかによらず普通、二股また分子する。直立する、胞子系と匍匐する、栄養系に分化するものや、短く直立し細長い葉を創生するものがある。小杉らン赤では、 二股また分子した枝は同等であるのに対し、八ギラ乱赤や日陰のかずら赤ではシュートが主軸と、側軸に分かれ、単軸分子様の成長を行う、共有派生形質を獲得した。つまり、同一個体内で、身長の早い強制な茎は単軸上に、弱小な茎は二股また上の分子を行う。不等分子は、主軸が根形状に補福する種で、 よく発達する。なお、形状分裂組織の分裂により分子を行うため、真の短軸分子ではない。原生中心柱を持ち、木部が放射状や板状に配列するものが多い。二次肥大成長は行わない。根はしばしば均根性で、やや太い。二次肥大成長は行わない。捕服する種では、根は茎の下部に、 内生発生する。直立する種では、根は、形状付近で発生し、皮層を通って下方に成長し、植物体の基部に姿を表す。茎から出た後に根は、二股また分子を行う。葉は、小葉で誕生の遺憾束を一本の身もつ単葉。有限成長性の促種では、葉が新潟になるものが多く、これを不登用性という。小絶を書く。葉の長さは、 普通2から2 0ト、mm、ルであるが、25から3 5ト、mm、ルにまでなる種もある。幼女は、基本的に、螺旋幼女で、体勢や輪性状になることもあり、同じ個体でも部位により変化することもある。葉の基部は茎に流れる種もある。日陰のカズラライコポディウムクラブタムバリエーション。ニポニカムの胞子のほこすぎランハパージアセレゴの、 胞子脳をつけるシュート胞子脳は、葉の鉱軸側基部に一個つく。腎臓型から球形。胞子脳をつけた葉が集合して、明瞭な胞子脳胞を形成するものと、明瞭でないものがある。包み膜を描く。明瞭な胞子脳胞を形成するものは、不明瞭なものから進化してきたと考えられている。心脳性で艦隊を描き、横方向に溝が開いて二つに劣開する。 一胞子脳あたりの胞子数は数百個。同型胞子性である。胞子は、四面体系から球形で三項粒。無正芽と呼ばれる栄養生殖器官を作る種もある。これは、葉の位置に生じて、目と身分化の根からできており、親植物から離れ新しい胞子体に成長する。無正芽はシュートであり。 主軸の不等分子により生じた特殊な枝であると解釈されている。最古の化石記録は古生代のデボン期である。ライコポダイツはデボン期中期から石炭期で見つかり、原生の日陰のカズラ化につながる系統の祖先型と考えられる。小絶を印象化石や圧縮化石で確認することは難しいため、有絶類との区別は困難であるが、日陰のカズラ類が デボン期からほとんど形を変えずに現在に至ったことは間違いないと考えられている。分子データからも日陰のカズらかはデボン期に分岐したと考えられている。また、本校に示す日陰のカズラか内部系統である角赤、日陰のカズラ赤、八すぎら赤、小すぎ赤はいずれも石炭期に分岐したと考えられている。 日陰のカズラ類の盲上門のある参考をつぶ胞子の形態属リタイトリリーツは前期ジュラキから見つかっているが分子時計によると原生のその特徴を持つ胞子を作るものは後期ジュラキに分岐したと考えられている全世界に分布し熱帯に多い温帯や北極地域に分布するものも存在する全世界で約400種単価多族であるフィログロスサムフィログロスサムは オーストラリア周辺に限られる。日本産のものは22種が認められる。原生、日陰のかずらかは単独で日陰のかずらめを形成し、岩ひばか、水にらかとともに、日陰のかずらズナを構成する。以下に、原生の日陰のかずらズナの系統関係を示す。フィールドへ通るによる分子系統解析に基づく日陰のかずらか原生種の 内部系統関係を示す。フィログロッサムフィログロッサムドラモンディ b p g i に基づく、海分類は以下の通りで、原生のものは16属に分けられる。原生属は、旧来、日陰のカズラ属ライコポディウムとフィログロッサム属、フィログロッサムの2属に分けられていた。このうち日陰のカズラ属ライコポディウム SL は初期には、はっきりとした。 放射能法を作らず均等な二股分子を行うユーロステアシュジャと明らかな放射能法を持ち不当二股分子を行うロパリスタッシュジャのニア族が識別されるとする考え方があった。このうちユーロステアシュジャ族はユーロステアシュヤーチーという別のトガに置く考えもあった。分子系統解析の結果から日陰のカズラ族ライコポディウム SL は日陰のカズラ族ライコポディウム。 ヤチスギラン族ライコポディエラ、小ギラン族ハパージアに分けられた。この分類では、得意な形質を持つフィログロスサム族が、小杉ラン族に内包されてしまうため、フィログロスサム族を維持するためにより細分化された。エビハラに基づき、日本産の全種を示す。ただし、学名は、PPGI のものを採用した。 いずれも日陰のカズラ属ライコポディウムとされた権威があるため、属名をライコポディウムとするシノニムも知られる。なお、エゾ日陰のカズラ以外の編集は、エビハラでは採用されていない。ヒモズルライコポディアストラムカジュライノイズ水ズスギパレニア、サーニュアヨーラクヒバフレッチェマリウラスフレッチェムリーア、瓶に入れられた日陰のカズラの方子。日陰のカズラは、植物体全体が、真ジに用いられる。 また、万年杉は、地上部全体を、立かつらとして、料理の飾りに用いる。日陰のかずらの奉子は、石松子として、岩薬の衣に用いられる。他にも、ライコポディウムパウダーとして売られ、花火の製造に使われる。外科用手袋や、岩薬の眩し粉としての使用も行われたが、日陰のかずらの奉子は、 手術などの傷に対して炎症を引き起こすため使用は減少してきている。ありがとうございます。